般的にローっていうイメージを受けるとあのビニールで、あのビニール樹脂で、あのもう30年前から作られてます。ローは使ってません、実際。でそういうことで、あの体験もあの今回はローではなくビニール樹脂を使います。でね、あのこういったね、あの今からあのたこ焼きなんかのピザでもそうですけど、色を使います。色を使いますけど、あのここにもたこ焼きの色が入ってます。焼き色のね、色が入ってます。でこういった塗料は全てシンナー系ですので、あの近くに匂いを込めるようにするそれだけで注意してね、わーっと強弱になるんですね。でそれだけは気をつけてくださいね。